お酒飲む人、よく食べる人、ジャンクフードが好きな人や塩分が多い人、こういった方は普通の人よりもお腹が出やすい状態にあるんです。お腹を引っ込めるために大切なのは腹横筋を鍛えること、体幹を鍛えること、下腹の腹筋を行うことなんです。下腹の腹筋はいろんなやり方があるんですけども、つま先を実は開いて行った方が骨盤が立てやすくお腹にしっかり効かせられるんです。うさぎ足で寝たまま行います。1種目30秒頑張っていきましょう。今日も一歩前進しましょう。この状態って腰に隙間が空きやすいですよね。ちょっと足を開いてみてください。足幅とつま先を開きます。腰の隙間が埋まった気がしませんか？この状態で足を動かしていきます。こういう感じです。うさぎ足にした状態で腰ができるだけ浮かないように足を動かします。隙間が空きやすい人は足の位置を高めでもいいです。できる人は低く。OK。 今度は片足ずつ、片足曲げとくことで腰が床につけやすくなります。すごく腹筋が辛いって感じがない場合でも、腹筋の奥を使えてるんでちゃんとできてます。腰が浮かないようにだけゆっくり意識してください。OK。 反対です。つま先を開いたままです。片足ずつすることでちゃんと腰が浮かないようにできて、お腹をちょっとずつ使う意識ができます。分かりにくい場合は使ってる部位を触りながら行ってください。OK。今度はさっきの足を大きく開いて曲げます。ちょっと腰が浮くと思うんですが、それでも初めのうちはいいです。慣れてくるとね、隙間ができないようにできます。OK。 今度は上、しっかり膝を抱えるイメージで、足を丸めていきましょう。OK。 今度は片足曲げて片足伸ばす。これで足を、ね、上下に動かします。もし腰が浮く人は反対の手で膝を抱えて腰を床につけたままで足を動かしてください。足を動かす幅はこのくらい。つま先もちゃんと開いてください。腰床つく人はね、こういう感じ。OK。 次は反対です。片足ずつならね、なんとかできますよね。それぞれレベルがあるんで、辛い人はね、休みながらでもいいです。諦めずに最後までやってください。
オッケー。次はね、プランクウォークです。プランクを作りましょう。これでちょっと前に歩く、後ろに歩く、動いていきましょう。できればね、しっかり後ろに下がった方が効きます。オッケー。